アイスランド語。アイスランド語は、インドヨーロッパ古族ゲルマン語ハキタゲルマン語群に属する言語。使用範囲はアイスランドのみで、使用人口は約30万人。アイスランドを標島と表記することから、標島語略して、氷語や氷とも言う。旧世紀にノルウェーから移住したバイキングがもたらしたものであり、他の北ゲルマン語、デンマーク語、ノルウェー語、 スウェーデン語の中ではノルウェー語と一番近い。他の北ゲルマン語が失った賛成。他の北ゲルマン語は、両性名詞、友性名詞と中性名詞だけ、や、核変化などを保持し、また核変化などの必要性により、英語やフランス語などからの借用語を極力排しているため、古風な色合いを強く残している。アイスランド語の歴史は、バイキングの一派である、ノース人、および、 ブリテン島やアイルランドのケルト人がアイスランドに初上陸し、その後定住し始めた874年に始まる。当時のノース人は、北ゲルマン語の一つであるコノルド語の正方湖と、コニシノルド語を話しており、これが言語の歴史的変化によってコアイスランド語、そして現代アイスランド語と呼ばれるものへと変化していったものである。ただ、中世から言語が変化してきたとはいえ、 音音を除けばほとんど変化しておらず、特に文法の基本構造に至っては何一つ変化していない。そのため、現代のアイスランド人は、現代と中世における言葉遣いの違いを少し把握しさえすれば、中世に、このレド語及びコアイスランド語により編纂された、エッタ、エダ、北欧ゲルマン神話や、英雄伝を題材としたしかの交渉文学及びサガ、サーガ、 主に当時のバイキングによる歴史的活動を年代記風にした三分形式の交渉文学が読解できると言われる。これらの古典作品は文学的に大きな価値があるだけでなく、言語学、歴史学、文化人類学などの分野においても貴重な資料である。このようなアイスランド語の保守性は、ルーツを同じくフルノルド語とする大陸の北ゲルマンショ語、デンマーク語、ノルウェー語、 スウェーデン語と比べると顕著であり、大陸の諸言語が揃って、動詞の認証変化や、名詞の極用、核変化などの複雑な文法的性質を失っていった屈折性の対価のに対し、孤島の言語という地理的要因により、アイスランド語は大陸諸語ような変化を被らず、コノルド語の持っていた文法の複雑性をそのまま保存している。現代では、 言語の保守性を保つなどの理由により、海外から続々とやってくる、外国語の語彙に対してできるだけ外来語として、吸収しようとせず、語彙を意訳した上での造語がよく行われている。例えばテレビを意味する、ションバープは、英語テレビジョンなどからの外来語ではなく、SJN、風景、見ること、英語、サイトとバーパ、投げるからなる造語であり、投影機と意訳してできたものである。 ドイツ語で、ファーン、トーク、英語、ファート、セヘン、見ること、英語、シーからテレビを意味する、ファーンズヘ編が造語されたのと同様である。ラテン文字を用いる。母音字母には、アクセント記号、リガチャ、または、ウムラウとの負荷により改造した字母も含まれている。ただし、アイスランド語におけるアクセント記号はアクセントを表、ものではなく、母音の長母音化または二重母音化を表す。 D に短い横棒の加わったはその文字の名を A's, S, 発音と呼び、国際音声記号 IPA でいう優勢馬摩擦音を表す。また、小文字は中世に北欧で使用されていたルーン文字のうちの一字母、ソーン、ソーンを借用したまま現代に至るまで使用され、続けてきたものである。現代アイスランド語におけるの文字名はソーン、発音であり、 の音素を表す。なお、C、Q、W の3文字は、外来語や固有名詞にのみ使用される。Z は1974年まで使用されていたが、現在は廃止され、外来語の他に、古語で稀に用いられる。入植してきた頃の初期のアイスランド人は文字を持たなかったが、11世紀にアイスランドにキリスト教が流入したことにより、ラテン文字が使用され始めた。 前述のエッタやサガなどは、文字の流入より1から2世紀後に編纂され始めた、ものである。現在アイスランド語話者は、約30万人おり、そのうち大多数はアイスランドに居住している。他には、デンマーク、ノルウェー、カナダ、アメリカ合衆国に、それぞれ数千人程度の話者が居住、移住している。現在アイスランドでは、小学校にて、自国語の他に英語及び、 旧宗四国であった国の言語であるデンマーク語が教科として教育されており、そのためアイスランド人はこれらの言語も多少話せる。アイスランド人の言語慣習について特筆すべきことの一つとして、アイスランド人名に姓還元すれば名字がないことが挙げられる。人名は通常人名、ファーストネーム不詳のように名付けられる。不詳とは、 父親の名の俗格系息子、あるいは娘という形をとる。例えば世界的に有名なシンガーソングライターである、ビョークの本名、BJRK グスムンドストハティアは、ファーストネームは、一般の西洋人と同様に、BJRK であるが、その次は、グモンドの娘、ドーハターと続いている、グマンズは、俗格系。また、男性名の場合、父親名の格系に、 三、息子の意の、ソナーと、同語源をつけて、不祥とす。例を挙げると、画家のエーナルハウコナルソンの名の不祥部分は、ホー君、俗格型ハコナーの息子となっている。ただし、外国人を祖先に持つ人には、必ずしも適用されておらず、一例を挙げると、父が、ノルウェー人であるアイスランドの前首相ゲールホルデの、本名は、ゲルヒルマール・ハーデイであり、ラストネームが、 三で終わっていないため生であることがわかる。アイスランドでのこのような慣習は、中世のある時期まで北方ゲルマン民族では一般的だったが、大陸では後に生をつけるようになり、古島のアイスランドだけが現代まで変えることなく受け継いできた。なお、もともと生を持たないアイスランド人には、婚姻により、氏名を変更するようなことは、外国人と婚姻する場合を除きない。つまり、 家族内でも、同性兄弟の場合のみ、同じ負傷であり、例えば、父、母、兄、妹という組み合わせの家族であれば、すべて違う負傷となることが通例である。アイスランド語におけるアクセントは英語などと、同じく強弱アクセントである。これは日本語のように母音の音程が上下する工程、アクセント、ピッチアクセントとは異なり、 単語中の特定の音節の母音を特別に強く、明瞭に発音することを指す。アイスランド語のアクセントは、英語を除いた他のゲルマン派言語と同じく、大抵は各単語における第一音節に置かれ、単語によっては第二音節に置かれる。現代のアイスランド語は、他の北ゲルマン語と同じく、 標準的な文における語順が、主語から、動詞から、目的語の順になるスボ型言語である。アイスランド語の名詞は、男性、女性、中性の三種の性を持ち、おのおのの名詞は、単数、複数の二種の数変化及び、主格、対格、予格、俗格の四種の格変化を伴う。格変化には、強変化、弱変化の二種がある。また、詞は存在しないが、 不特定のものや、一般的なものを示す、不定形と話し手と聞き手の両者に了解されている、ものを示す定形という二種の区別があり、変化語尾により表される。男性名詞、番記、銀行、女性名詞、美化、衆、中性名詞、合うが、目の角変化。弱変化名詞は、単数不定形の対角、予覚、俗角が同形かつ末尾が母音。変化語尾に、 U が現れる語において、カンボイに A の変化が起こる。しかし、定型語尾中の U は、影響を与えない。ヘスチャー、馬、ダインクは、騒音、ビナー、友人の格変化、金、ホー、ボーグ、蝶の格変化、スキップ、船の格変化。アイスランド語の認証代名詞は、三認証で、男性、女性、中性の三つの性を持つ。主格、体格、 余角、続角の4つの角でそれぞれ異なる形をとる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。